私の名前はミカ。この度3年付き合っていたリョウと結婚することになりました。リョウとは職場で出会い、今も同じ会社に勤めていますが、私は寿退社することが決まっています。今は2人で同棲をしていますが、リョウは長男なので、私が寿退社をした後はリョウの実家に嫁として入ることになっています。私とリョウは結婚の報告をするため、その週の日曜日、早速リョウの実家にお邪魔することになりました。当日は失礼のないように気をつけながら、手土産を持ってリョウの実家に行ったのですが、ご挨拶に伺い、手土産のバームクーヘンを手渡すと、リョウのお母さんのミキエさんが信じられないことを言い出したんです。あの、これつまらないものですけど、バームクーヘンよかったら召し上がってください。どれどれ、ふむふむ、あら、本当につまらないものね。せっかくならマカロンとか洒落たものが良かったわ。え、あの気が利かなくてすみません。ちょっと母さん、なんてこと言うんだよ。ミカが困ってるだろ。いらないなら母さんだけ食わなきゃいいじゃねえか。あら、リョウったら、母親に対してなんてこと言うのよ。それに私は正直な気持ちを言っただけよ。こんな安物じゃあまり気乗りしないけど、まあ仕方ないからちょっといただいてみましょう。おい母さん、リョウの婚約者に対してそんなことを言うもんじゃない。ミカさん、気にしなくていいからね。ありがたくいただくよ。はい。まあお父さんたら、若い子相手だと甘いんだから。だってね、こんなの誰だって見れば安いってわかるわよ。ミカさんのご実家でもこの程度のもの食べてるの？え？母さん、いい加減にしろよ。あら、じゃあ嘘言えっていうの？さっきミカさんもつまらないものですって言ったじゃないの。母さん、上げ足を取ってどうするんだ。リョウの奥さんになる人だぞ。すみません。私は自分でいただいて嬉しいものを手土産に持っていたつもりでした。リョウのお父さんのマサオさんは喜んでくれたようですが、ミキエさんに至っては喜んでもらうどころか、ありがとうやいただきますの一言もないことに驚きを隠せませんでした。さらには帰り際に、リョウとお父さんが見ていないところで、ミキエさんがこっそりと私に LINE を交換しようと言ってきたのです。お母さんになるミキエさんに失礼な態度を取ることはできないと、私は LINE を交換しました。自宅に着くと、すでに LINE の通知が来ていることに気づきました。今日は遠いところご苦労様。いえ、こちらこそお時間作っていただきありがとうございました。今日でミカさんも分かってくれたかしら。え、何のことでしょう。全く分かってないのね。仕方ないわね。我が家の食卓にはね、安物は絶対に出てこないの。ミカさんの持ってきた手土産だけど、その辺に売ってる添加物たっぷりのバームクーヘンでしょ。あの私がもらったら嬉しいと感じるものをお土産にしたつもりだったんですけど、気が利かなかったようで本当にすみませんでした。ミカさん、あれもらって嬉しいんだ。信じられないわ、あんなもの。え、すみません。次回から気をつけます。いいわ、次回の手土産は私が指定するから。それを買ってこなかったら家に入れないからね。そんな。あなた、もう少し社会のマナーを学んだら。リョウは我が家の後継ぎなの。あなたみたいなマナーのなってない嫁をもらうと私が恥ずかしいんだから。はい。嫁なんだからさ、まずは私の言うことはしっかり理解することね。本当にリョウのことは大好きだし、ずっと一緒にいたいと思うけど、ミキエさんがお母さんになると思うと不安ばかりが募ってしまいました。結婚後、リョウの実家に入ってミキエさんと24時間顔を合わせるんだと思うと、もう嫌で嫌でたまらなくなってしまったんです。そこでさっきの LINE をリョウにも見てもらい、同居のことを考え直してくれないかと相談してみることにしました。するとリョウも LINE の内容に驚き、開いた口が塞がらない状態。かなり腹を立てているようで、その場ですぐにミキエさんに抗議の電話をしてくれたのですが、電話が終わると同時にすぐさまミキエさんから私に LINE が送られてきたのです。ちょっとミカさん、リョウに私が送った LINE 見せたわね。はい。
ほんと非常識な人ね。ありえないわ。私、寮に相談しただけです。不安で。なんで寮に相談する必要があるのよ。私はいずれあなたの母親になるのよ。寮に相談してもいいかどうか、まずは私に許可取りなさいよ。でも寮は夫です。何でも相談していきたいと思ってますし。まだ夫じゃないじゃないの。私ばっかりを悪者にするつもりね。私は自分の気持ちを正直に寮に話しただけです。そしたら分かってくれて、私の意見が正しいって言ってくれました。なんですって？私が何かおかしなことでもしたっていうの？はい、お母さんはおかしいって。だから気にするなって。寮がそんなこと言ったの？寮にそんなこと言われるなんて。私の言うことだけはきちんと聞くいい息子だったのに、なんでそんなに変わっちゃったのよ。ミカさん、あんたのせいよ。あんたが寮をたぶらかしたんでしょ、この性悪女。は？お母さん、ちょっとそれは言い過ぎなんじゃないですか。愛する寮の母親だから、私も一生懸命気に入られようとしてきましたが、もう我慢の限界でした。私は隣でテレビを見ている寮にこの LINE の内容を見せ、もうこれ以上耐えられないと訴えました。すると寮もブチ切れて、お母さんに電話をしてくれたんです。もう母さんと実家で住むのは無理だ。結婚しても実家には帰らない。帰ってこないですって？私が原因だって言うの？その通りだよ。母さん、自分がひどいことしてるって分かってるのか？もう母さんに振り回されるのはごめんだよ。何よ生意気に。結婚するからって二人して調子に乗るんじゃないわよ。ミケイさんはそんな捨て台詞を言って電話を切ってしまいました。私たちが顔を見合わせ、ため息をついたその時です。寮のスマホが鳴り出しました。電話の主はお父さんのマサオさんです。きっと同居したくないと私が言い始めたのを何とか説得しようと電話してきてるんだと思ったのですが。もしもし、父さん。ああ、寮、さっきの母さんとの話な。俺たちはもう実家には入らない。ミカがかわいそうだよ。父さん、俺たちを説得しようとしても無駄だから。いやいや、違うんだよ、寮。え？ミカさん、そこにいるんだろ？電話代わってくれないか？いいけど、ちょっと待って。もしもし、電話代わりました。ミカです。お父さん、何でしょうか？ミカさん、母さんのことすまなかったね。まったくどうしようもない女だよ、ミキエは。いえ、お父さんに謝ってもらうことではないですから。私、お母さんと一緒に生活するのを不安で。二人は悪くないよ。俺もミキエの非常識さには我慢の限界だ。え？ずっと考えていたんだが、リョウが結婚して自立するこの機会に離婚をしようと思ってね。お父さん、もしかして私たちのせいで。勘違いしないでくれ。君たちのせいじゃない。リョウと結婚してくれる女性に対して初っ端からあんな嫌味を言うようじゃ、孫ができた時にも悪影響だからね。俺一人だけが我慢していれば済むことじゃなくなってしまうからな。とても優しくて温厚な方なので、今までかなり我慢を重ねてきたことは第三者の私から見てもはっきりと分かりました。今まで一人息子の寮が自立するまで我慢に我慢を重ねてきたとのことでしたが、今回をきっかけにミキエさんに離婚を切り出すそうです。お父さんが離婚を切り出すと、ミキエさんはかなり渋ったらしく、弁護士を立てて裁判まで起こし、ようやく離婚が成立。ミキエさんは年老いた両親が暮らしている実家に帰っていきました。それから数ヶ月後、私たちは無事に結婚し夫婦となりました。しかしそれから半年ほど経過した頃、私のスマホに再びミキエさんから LINE が入ったのです。ミカさん、ちょっといいかしら。え？ミキエさん？ねえ、お父さんにさ、私との復縁を説得してちょうだいよ。ちょっとお金に困っててね。家に帰りたいのよ。今さら何言ってんですか？寮には内緒でさ。ねえ、お願いよ。私にしたことを忘れたんですか？そのことは謝るからさ。お父さんにお母さんが悲しんでますって言ってみてよ。そもそも私には義理の母親などいませんから。え？
私たちが結婚する前に離婚してるんですから、私の義理の親はお父さんだけです。あなた、いい年してもう少し社会のマナーを学んだらどうですか？そして私はミキエさんの LINE をブロック、着信拒否もして今後一切関係を持たないようにしました。ミキエさんは離婚後、高齢のご両親と生活をしながらパートに出ていたそうですが、どちらも要介護になってしまい、介護のためにパートに出られなくなったと聞きました。お父さんや寮にも電話がかかってきたとのことですが、二人ともこれ以上関わるつもりはないときっぱり断ったそうです。その後私たちはしばらく夫婦二人で暮らし続けていましたが、私の妊娠が発覚したのを機に、お父さんが一人で暮らしていた実家に入ることにしました。お父さんは涙を流して喜んでくれ、今から孫の誕生を楽しみにしています。結婚前は義理の母親になるミキエさんのことで悩みましたが、優しい夫と義理の父に助けられ、今では幸せに暮らすことができています。もうちょっとで生まれてくる新しい命に心を弾ませながら、これからも家族仲良く幸せいっぱいに生きていきたいです。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。